こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。あれ、魔理沙、この大量のチーズは何？私の健康のために買ったんだぜ。チーズってそんなに体にいい食べ物なの？そうなのぜ。なら今日はチーズについて解説してやるのぜ。ゆっくりしていってね。はじめに、チーズの健康効果について話すのぜ。まず、チーズには血管年齢を若返らせる効果があるのぜ。血管年齢を若返らせる？そうなのぜ。チーズには、ラクトトリペプチドが含まれていて、ラクトトリペプチドには、血管の柔軟性を取り戻し、血管年齢を若返らせる効果があると言われているのぜ。また、血圧の上昇を抑える働きもあるのぜ。すごい健康効果があるのね。他にもすごい健康効果はあるの？もちろん、他にもたくさんの健康効果があるのぜ。チーズには骨粗鬆症の予防効果があることも言われているのぜ。カルシウムが多く含まれていることに加え、カルシウムの吸収を良くする働きがあるのぜ。そのおかげで、予防効果があるのね。また、虫歯の予防効果もあるのぜ。これは WHO にも認められている効果で、チーズを食後に食べることで、虫歯予防と虫歯の回復とどちらにも効果があるらしいのぜ。それなら、毎日たくさん食べることにするわ。そうしたら、虫歯も防げて健康にも慣れて一石二鳥だもの。いやいや、チーズの食べ過ぎは逆に体に悪いのぜ。食べ過ぎると問題があるの？そうなのぜ。次は、チーズの健康被害について解説するのぜ。チーズには多くの脂質が含まれているのぜ。それゆえ、チーズを多く摂りすぎると、脂質が腸内の突起の間に詰まってしまい、匂いを発してしまうのぜ。体臭が匂うのは嫌だわ。他にも、吐き気や頭痛を起こすことがあるのぜ。これは、チーズに含まれるチラミンを摂りすぎることによって、起こるのぜ。それなら、チーズはどのくらいの量を食べるのが良いの？チーズの摂取量の目安は、70g から100g ほどなのぜ。そうなのね。そういえば、チーズにはたくさんの種類があるわよね。全部で100種類くらいあるのかしら？残念ながらハズレなのぜ。チーズには1000以上の種類があると言われているのぜ。そんなに種類があるのね。そうなのぜ。じゃあ次は、チーズの種類について話すのぜ。チーズは、製法によって、ナチュラルチーズとプロセスチーズに分けられるのぜ。ナチュラルチーズ？プロセスチーズ？ナチュラルチーズは、チーズを作り上げた菌や酵素が生きているチーズを言うのぜ。代表的なものはモッツァレラチーズがあるのぜ。モッツァレラチーズは私も大好きよ。プロセスチーズは、ナチュラルチーズを加熱、殺菌を、再び固めたチーズを言うのぜ。スーパーでよく見かけるスライスチーズは、プロセスチーズであることがほとんどなのぜ。今、私が食べてるこのチーズもプロセスチーズなのね。そうなのぜ。って、それは私のチーズなのぜ。チーズの話を聞いてたら食べたくなっちゃったのよ。仕方ないな。じゃあ話を戻すのぜ。ナチュラルチーズとプロセスチーズについては、さっき話した通りで、ナチュラルチーズはさらに種類別に分けることができて、大きく分けて7種類ほどになるんだぜ。どんな種類があるの？まず、フレッシュタイプ。乳酸菌や酵素や熱でミルクを凝固させ、ホエイを分離させて熟成させずに、すぐに食べることができるチーズで、モッツァレラチーズはこれに分類されるな。他にもクリームチーズなどがこれに当たるのぜ。私の大好きなチーズはフレッシュタイプなのね。大好きなチーズ？私は、クリームチーズを、パンにつけて食べるのが大好きなのよ。それは私も好きなのぜ。そういえば、私が知ってるチーズに、カマンベールチーズがあるんだけど、それもフレッシュタイプに分類されるのかしら？カマンベールチーズはフレッシュタイプじゃなく、今から話す二つ目のタイプに分類されるのぜ。その二つ目のタイプが白カビタイプなのぜ。チーズの表面に白カビを繁殖させ、熟成させるタイプのチーズで、カマンベールチーズなどがあるぜ。白カビね。カビって聞くと怖いイメージがあるわ。大丈夫だぜ。チーズに使われているカビは、むしろ体にいいものなのぜ。そうなのね。安心したわ。白カビに続いて、青カビで熟成してできる、青カビタイプもあるぜ。青カビタイプの代表的なチーズは、ゴルゴンゾーラなどがあるのぜ。ゴルゴンゾーラ、あの癖のある味が美味しいわよね。そうだな。
匂いが気になる人も多いかもしれないが、ブルーチーズ独特の味が癖になるぜ。次に、ウォッシュタイプがあるのぜ。ウォッシュタイプ？洗うのかしら？おう、正解なのぜ。チーズの表面を塩水やその土地のアルコールで洗うことから、そう呼ばれているのぜ。モンドールチーズなどが有名だな。私の知らないチーズが出てきたわ。それなら次のシェイブルタイプも知らないかもしれないな。シェイブル？ヤギのミルクから作られるチーズを、フランス語でそう呼ぶんだぜ。真っ白なもの、灰をまぶしたもの、見た目の色合いも様々でユニークな外観も特徴なのぜ。牛のミルク以外でもチーズは作られているのね。灰をまぶしたチーズってすごく味が気になるわ。私の買っておいたチーズの中にあるから、後で食べてみるといいのぜ。残り二つは、ハードタイプとセミハードタイプなのぜ。長期熟成に向くように作られたチーズで、水分量によってセミハードハードに分けられるのぜ。ハードタイプでは、パルミジャーノレッジャーノなどがあるな。パルミジャーノレッジャーノと、パルメザンチーズって違うものなの？それについては、似て非なるものと言えるかな。パルミジャーノレッジャーノという名前は、イタリアの機関で認証を受けないと名乗れないのぜ。そのため製造方法が全く同じでも、イタリア以外で製造したものは、パルミジャーノレッジャーノじゃないってことになるのぜ。パルメザンチーズは、パルミジャーノレッジャーノとほぼ同じ製造方法で、作られたチーズではあるが、イタリアで作られていないので、違うチーズになるのぜ。不思議な話ね。そういえば、チーズってどのようにして作られたのかしら？カビとかを使って作る方法を思いついた人は天才ね。そうだな。じゃあ、次はチーズの歴史について話していくのぜ。始まりは、水筒に乳を入れて砂漠を旅していた人が、途中乳を飲もうとすると、白い塊と水のような液体が、出てきて、それを食べたことがチーズの原型と言われているのぜ。そうだとしたらチーズの誕生は奇跡ね。ちなみにチーズの誕生は紀元前3500年頃で、人類最古の食品の一つなのぜ。チーズはそんなに古い食材なのね。日本ではいつ頃から食べられるようになったのかしら？日本でチーズを食べ始めたのは1928年頃らしい。日本で流行ったのは思ったより遅いのね。日本に乳製品が伝わってきたのは、今から1400年ほど昔と言われており、仏教とほぼ同時期に乳牛を飼うことが伝えられたのぜ。この頃にもチーズのような食べ物はあったんだが、高貴な人のための食べ物で、庶民の口には入らなかったんだぜ。それゆえ、廃れていき、次第に作られなくなったようだぜ。早くから食べられていたのに残念ね。そうなのぜ。再び、日本に乳製品が登場したのは江戸時代なのぜ。そして、今のようなチーズを作り始めたのが1875年頃なのぜ。あれ？ 1928 年頃からチーズは食べられたのよね？そうだぜ。チーズが流行ったのは、1928年頃なのぜ。試作されたが、あまり食べられてなかったのぜ。チーズにもいろいろな歴史があるのね。そうだぜ。今日のチーズの話はここまでにするぜ。いろいろ、勉強になったわ。今日の話で最も大事なことはチーズは適量ということだぜ。皆さん、健康にお過ごしください。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。よければ高評価お願いします。今後のモチベーション向上につながるのぜ。そして、最後までのご視聴ありがとうございました。